自分が信じてるもの、好きなものを追求して、で、子供たちに英語がこう苦手な子とかも楽しんでほしいなっていうメッセージを込めてやり続けた結果が、もうやっぱ今につながっていってるってことだね。だからまあ、もったいないその、僕はたまたま音楽やってただけですけども、で、それは何でもいいと思ってて、自分の好きなこととその仕事なりを組み合わせるってことってめちゃくちゃ大事だと思ってて、その教育っていくらでもあると思うんですけど、そこに自分が絶対これだけは負けないぞって今まで追求してきてもみんなあると思うので、もしあれば、それを掛け算すれば新しい無限のものが生まれるはずなんですよ。それをなる僕ほど。は信じてずっとやってる形ですね。なるほど。そのラッパー一本で食うって絶対無理やと僕は自分で気づいていたので、それやったら、ラップの一番うまいところを目指すんじゃなくて、自分にしか持ってないものってものを出していこうっていうのがやっぱり根底にありますね。で、オリンピックの金メダル取る確率が100万分の1なんです。確か。だから銀メダルじゃなくて金メダル取ったら、本当にフェンシングの人とかやったら、1億円とかもらってるじゃないですか。金メダル取ったら。もらってますね。で、2位やったらあの金額をもらってないから、やっぱ100万分の1をみんな目指すけど、僕らこの何もオリンピック関係ない人も、100万分の1の存在になろうと思ったら難しいけど、100分の1の存在を掛け算で2個3個ってやったら100万分の1になるのよね、すぐ。なの確かで、に。だから100分の1の存在やったらなれるんじゃないみたいな。だから2いクや、ラス絶分の対中のそうです1ね。つみたいな。そう。だからそれを今、あきらめんがやってんのかなっていう気がしまし多た。分僕はもはやもう1分の1でしか多分ないと思うんですよ。ガチでラップやってて教師多分いないんですよ、そもそも。なので、1分の1なんですよ、僕は。いや、いないね。いいなやいや、い、いそれ。な多分なんか、なんとなくリズムで、なんかリズムで覚えようぐらいいると思うんですけど、普通にい。MC バトルに出てるってやつはいないと思いうのない。で、ラップバトルってなってくると、ネットじゃなく現場に出てきて、当時のヒップホップって本当になんかもうゴリゴリのいかついなんかもう、僕も今から殴られるんちゃうかって思うような人がいっぱいいる空間だったんで、そこでラップバトルに出て、僕全然普通の服着てる人間やったんで、確かにで怖いも、もん。でしょうもなんか、重い扉開けて、なんかもういかつい忍者たちいっぱいいて、だからでも、ものはもうやってみるべきやなと思って、もうその即興でもラップできないですし、なんか思い切っても、とりあえずもう、何でもいいから思ったことそこで言ってやれと思って、もうエントリーして、で出場をすることができて、一回終わったら、できんことないなって思って、それで2回目、3回目って重ねていくうちに、どんどん慣れていって、レベルも上がっていったんですよね。その、もちろんラップバトルってやっぱ勝ち負けが絶対つくんですよ。で、やっぱ負けたら悔しいです。ただ、ステージに上がったときに、諦めーってこう叫んでくれる人が、普通に出始めてくるんですよ、初めの方だと。で、そういう声聞いて頑張れとかっていう声が聞こえ始めてから、僕のことを応援してくれてる人がいると。僕が頑張ることによって、その人たちも喜んでくれて、まあ、いい思いをしてくれる。そういう人がいるってことに気づき始めてから、これ僕だけのことでもないし、みんなにも何かしら勇気を与えれるような、そんな、場所ってことに気づいたときに、僕は克服できたと思ってるんですよね。それまではやっぱしんどかったんだ。やっぱり、そうですね、しんどかったですね。結構有名人とかとバトルして、なんかボロクソに言われて、とかネットでこう、悪口じゃないですけど、ちょっと批判的なこと書かれて、見なきゃよかったとか、結構、でも、その一方でやっぱ救われてる人とか、この音楽すごい好きですって言ってくれてる人がいることによって、やっぱり、克服できるようになりましたね。スーツの諦めんだぜ、いつものなんかスタイルだみたいなことなんか言ってた、いつも諦めてスーツ着てやってんねやみたいな。で、なんかすごいフそうァンついでてすてさ、むっちゃ盛り上がってんの見て、むっちゃ勇気もらった、あれで。かっこええって思ったし。YouTube でね、それ20万くらい再生されてるやつで、多分インマン君っていうこのバトルですけど、多分、そう。で、僕、あの時、まだ教師じゃなかったんですよ。あ、そうなんで、や。面白かったのが、その次の年に教師になったんですけど、とある行ったクラスのところで、一番前に座ってる子から、もしかして、アキラメンですかって言われて、なんで知ってんのって言ったら、YouTube でずっと見てました。バトル見ましたって。そう、アキラメンやね、みたいな言って。では、いっか、びっで、くり、生徒も見てるやと思って。それね、あの人が教師うち来てるねってなるもんね。そう、なんでここにおるみたいななってて。で、なんならその、廊下で行ったら、他の生徒来て、先生、あの時僕いましたみたいな感じで見に来てるやつもおったし。マジよか。う、なんかね、見てますから、今の子たちってね。もう本当に、もう僕自身が先ほど伝えましたが、全く勉強できない子だったです。で、多分同じような
思いをしてる子はいっぱいいると思ってるので、うん、やっぱ今はここで、いや俺いや勉強全然できへんし、まあ、どうせ将来なんかそんな大した仕事も疲れへんのかなとか、うん、多分悩む時期やとは思うんですよ。でも、うん、僕自身が全くで、多分みんなできなかった僕がもう英語の教師になれるっていう道も歩めてて、うんうん、で、うん、もちろん志望大学とか行ってほしいとは思いますし、ただ、うん、思う志望校に行けなかったとしても、それはそれでまた新しい生き方もあるし、うん、その、ね、やっぱ悲しいことに自分の命を絶ったような子ども中にはいるじゃないですか、うん、今ニュースとかで、うん、でも道って一本じゃなくて、そういくらでも2本でも3本に増やせるので、しんどかったら違う道を通って自分がいいな、うん、ここだったら心地いいなって思う道を 歩んでいけばきっと誰か周りにサポートしてくれる人は絶対いるし、じゃあ、うん、後から振り返ったときに、あ、この道、むしろ第一志望校行けなくてこの道だったけども、あ、うん、この道通ってよかったなとか、自分の人生間違ってなかったんだなって、きっと気づく瞬間が、うん、後から絶対来ると思うので、しんどかったときは、うん、無理せずに、本当に急がば回るじゃないですけども、うん、遠回りしてでもいいから、うん、新しい道を見つけて、しんどかったら誰かにサポートしてもらって、今生きてほしいなって、僕は思います。いや、うわー